ス界の革命士のプライドがプロレスハンターに襲いかかる。ここで両陣営の控え室を覗いてみたいと思います。まず猪木サイド、豊田アナウンサー。はい、私は永田選手の控え室前にいります。会場入りしてしばらくは食事をしたり仮眠を取ったりとリラックスした雰囲気の永田選手だったんですが、リングチェックでリングに上がると自分の動きを入念にチェックしながら汗を流したりと、そしてこちらの控え室でも試合が近づいてくるにつれて大きな声を出したり、それからドスンバタンといったミットを打ちをする音が聞こえたりと、かなり気合を入れている様子がうかがえました。そして試合については一言、絶対に勝ちますと力強く言って出ていきました。以上です。わかりました。桜庭さん、やっぱりバリトゥード、この永田選手は初めてということで緊張感あると思いますけど、はい、才能のある選手ですからね。そうですね、永田さんの力というよりも技というタイプなので、はい、やっぱ組んだらいろんな投げをやってくれると思いますけども。そうですね、はい、さあ一方 K1 最強軍控室、山内アナウンサー。はい、山内アナウンサー。はい、こちらはミルコ・クロコップ選手の控え室前です。最初は控え室の中で寝技の練習をと中心にするなど目立った動きはなかったんですが、ドローが続いたせいでしょうか、シリル・アビディ選手がリングに向かう途中、自分も行くと言って聞かずスタッフに止められる一場面もありました。そして永田選手についてはコテンパンにしてやると闘争心にはもう確実に火がついていました。こちらからは以上です。さあどうでしょうか。先ほどの試合で猪木軍がまずは1勝いたしました。そしてこの後第6試合、いよいよ永田裕二対ミルコ・クロコップの一戦であります。ここまでは日産自動車、ニューバランス、セガ、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。It's time now to start the sixth match! コスミがリングアナを務めます。In the blue corner, the 1999 K1 Grand Prix runner-up, Mirko Koka! ケイン・コスミの爽やかなコールによりまして、いよいよ登場であります。ミルコ・クロコップ、 A1 が誇るサズリンファイター出てまいりました。故郷よりもリング上に平和がある男、この男の脳内には荒涼たるクロアチアの原風景が広がっているのか。悲しみと戦を超えて彼が見つけたオアシスは K1 という最強のリングだったのか。この男の凄まじいモチベーションを平和ボケ日本人の誰が押し上がれるか。今日もまたプロレスラーのプライドをぼったくるのか。ミルコ警官であるだけにプロレスラー一戦謙虚に乗り出したのか。永田の腕に今夜は手錠をかけるのか。クロアチア出身ミルコ・クロコップの入場であります。ところによればミルコ万全のタックル対策、そしてあの得意のハイキックをぶち込むと語っています。セコンドにはホイスグレーシーがついている。柔術あるいは総合格闘技、プロレス対策はバッチリか。このミルコ・クロコップの丸太棒のようなぶっとい大腿四頭筋が見えている。殺人マシーンのような奥深い目、その視線の先にあの永田裕二を捉えているのか。今夜は藤田に膝蹴り、そして高田に攻めあぐねるという場面もありました。そんな鬱憤をミルコは今夜永田に対して晴らしていくのか。あのミルコ血染めの膝蹴りが怖い、ライフル2が怖い、祈るような仕草。さあ5本のロープを今くぐっていきました。And his opponent in the red corner, the 2001 G1 Climax Champion, Ladies and gentlemen, please welcome Yuji Nagata。
その最強ミルコを迎え撃つ形になりました。プロレスラーが迎撃することになりました。永田裕樹の登場であります。出てまいりました。胸に手を当てている。れっきとしたプロレスキャリア組、今荒野を目指し始めました永田。この K-1 との戦いは永田自分自身への道場破りなのか。千葉県出身アマレス優等生、ご覧のように見た目は温厚な内房の海でも心は激しい外房の荒波。まさに気迫の九十九里永田裕二であります。今 K-1 の大物ミルコ、底引き網地引き網で一網打尽か。新日本プロレスから丸腰の宣戦布告、猪木軍として出てまいりました永田。ゆっくりと花道を行きます。ここからはセガ、エドウィン、永谷園、アースセイヤ、日産自動車、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。光るペンダント、この鎖を取って、あのビーアンビシャス、大志を抱けの文字が踊っているショートタイツ、おなじみのブルー。さあ永田裕二が今リング内であります。素敵な表情だ。The blue corner from Croatia, 188 centimeters, 97 kilograms, the pro wrestler hunter Mirko Kropa。出ました、現職警官、現在休職中、まさにはぐれデカ武闘派ミルコ・クロコップ。石井館長がじーっと見ている。石井館長が誇る秘蔵っ子ミルコに対して、出ました、永田。リング上に佇む戦うプロレス地蔵、温厚そうに見えるが気迫十分。猪木がリング下で見据えている。さあ睨み合った、相まみえる形になりました。警官としてミルコ、射撃の腕を見る限りにおいてもな、もう永田は射程内か。一方この永田、得意技永田ロック、3が出るかもしれない、そんな風に余裕で語ってもおりました。注目の第1ラウンド、3分5ラウンド、インターバル90秒、イエローカード3回で失格、フリーノックダウン制。ミルコのハイキックが怖い。永田はミルコのパンチキック対策はどうか。注目の第1ラウンド、おっと永田がスッと入っていった、脇を刺す形になりました。これは手慣れた感じでミルコが落ち着いてうまくかわしていった。おっと左、そして右、さあ左に対して左を出さんという、おっと一戦、ミサイルのようなキック一戦。永田選手覚えてない、あの何が起こったか、あの脳震盪で一瞬記憶ないですかね。なんで自分がここにいるとか、なんで倒れたとか、多分分かってないと思うんですよ、表情を見てると。はい、ミルコもちょっとあまりにも早く決まっただけに喜びつつもあっけに取られている感じ。桜庭さんどうですか、はい、すごいですね、あの一発、すごいですね、やっぱり身体能力すごいからできることなんですよ、一瞬永田を逮捕してしまった現職警官。ミルコ地止めの膝蹴りが出る前にいきなりのハイキック一戦。今ミルコの周りに見えるオーラ、青白い炎、陽気じみているミルコ。1ラウンド TKO、1ラウンドレフェリーストップ。